って印つけといてね。これがママ。ママ。これ家関係。家関係。これパパ。パパ。パソコン。うん、説明書。おお。はいはい。おスマホ。おで、これは。これはラベルね、し、うん。私の仕事。ピアノのマークね。うん。娘。あ、これ娘ね。学校関係とかね。ああ、それ絵で。はい。こう分かるようにしといてね。うん。ああ、分かりやすいです。こういうのはネットで探したんですか、シールは、ね、ラベルは、朝起きたらもう妻が全部収納も全部もう中に収められてました。あのね、うん、朝5時50分ぐらいから8時ぐらいまで約2時間かけてこういう書類とか楽譜とか運んだ、うんうんうん、すげえな。もうやっとんだよ。なんかあっちピアノ部屋、あピアノ部屋、うん、ちょっと見せてください。おお、もう全部運んどんじゃん。もうね、すごい。そうで、楽譜も全部バーンとあったんだけど、はい、うん、なんかね、やっぱ使ってないやつを、うん、あの手放したんよ。あ、向こうがこっち戻すのに厳選して、もうね、う、うん、減らして持ってきたよね。行く時も減らしたんだけど、うん、もう一回あっちで考えたら、うん、結構手放せて。あ、一個空いとるじゃん。そう、空いたん。そこがね。そう、ここでね、ちょっとごちゃついとるけど、うんうん、娘の、うん、ズン、うんうん、持ってきたよ。ああ、なるほどね。うん、これを和室にまた置くかな。あの、うん、ここ、押し入れの、うん、娘コーナー。ああ、そこ、一応そこに置いておるだけでね。じゃあ、娘のやつ貼り置き、貼り置きね。まだね、うん、できてないから。はい、すごい、一個空いたね。空いたよ。これ全部楽譜関係ね、ピアノ関係ね、ね、妻の仕事関係ね、仕事関係、うん、全部まとったよね、最初ね。まとったね、引っ越す前はね。そうそう、うん、おお、すっきりになりました。すごい、全部運んだんで何時間かかったん？2時間。2時間一人で？一人で。さっきここで、なんかラジオを収録してたよね。うん、したよ。スタンド FM という無料ラジオのアプリやってます。スタンド FM 小さな平屋の夫婦ということで番組でやってますんで、ぜひフォローしてください。ほぼ毎日妻が配信しております。そう、あのね、これは夫が、うん、絶対毎日無理よって私に言ったんですね、うんうん、年始、うん、やるって心に決めて、うん、もう続いてるね。12月31日からずっと続いてるね。欠かさずできたよ。ぜひフォローお願いします。今日は暖かそうだね。観葉植物も気持ちよさそう。やっと暖かくて、ね、伸び伸びして伸びしてる。大丈夫だった観葉植物は。あのね、これ、うん、これ何やの、フィカスなんたら。これだけちょっとね、寒さにやられたかもしれない。あー、弱っとる少し。これだけ、あとは、あと大丈夫、大丈夫、全部大丈夫。これだけやな。これ、どうかな。これあれよね、前買ったやつよね。あ、これはマルシェデタントの、うん、かわいい、かわいいね、マルシェデタント。あ、ここマルシェデタントシリーズやよ。あ、これも、そう、これとこれ、あ、それもね、丸いのも、あともう一つあるんだけど、まだちょっとそれ、うん、今植えてないんかな。岡山県のマルシェデタントという、うんうん、お店の。そう、めっちゃかわいい、これかわいいよね、これね、うん、素晴らしい。こうやってさ、全部さ、傾けてさ、収納しとった。収納しとった。うん、そしたら、作り置き作りましたって、うん、あの、まず全部こう、外して。外してやらなきゃ、ね。そう、やらんといけんかったから、うん、もうやめて、最初から、うん、こうして、これ。ああ、もう外して、これで。そう。すぐ使えるんやな。でね、最初ね、うん、なんか、これこっちやってね、バタバタなっとったんよ。うんうん、で、これを入れる、なんか、容器いるかなと思ったけど、逆にしたら、
その容器もいらんわ。ああ、本当や。もう全部蓋は最初から外しとけばスムーズにすぐ使えると。そう。でこれはちょっと中が見えんのんだけど、うん、でもまあ使いやすいが、うん、でちょっと見えないタイプの丸い青いのがあったが、うん、もうそれちょっと手放して、うん、見えたら、うん、いちいち何々って書かんでも冷蔵庫なんか分かるが、うん、分かる分かる。そうそう。だからいずれはね、これもね、うん、中が見えるような透明がええんよね。うん、いい透明が思わん。うん、その方が冷蔵庫入った時に分かるもんね。これね、なんか2つぐらいしか持ってなかったんだけど、うんうん、ホームセンターで安くなっとって、うん、何個かな、結構買ったんよ。なるほどなるほど。そう、これはあの娘も開けやすい、うん、ああはいはい、なるほどね。で、ちょっとあのもう一つ説明すると、うん、あとこれ、これなんていうんかな、これな、パック&レンジかな、うん、これな、あ、いわきの、いいんだけどよいしょ、うん、これ なかなかな、娘が開封しづらいね、うんうん、しっかり閉まっていいんだけど、うん、だからちょっとこれ娘がなかなか使いづらいから、うん、ね、なるほどね。そう、うーん、ということでちょっと収納場所変えました。はいはい、はい、分かりました。うーん、いいですね。押し入れ、押し入れね、はいはいはい。何かい、あそこね。ちょっとね、ヨーグルトが、はい、うん、あのこたつの下に敷いとったから、うんうん、とりあえずこれだけね。はい、よいしょ。そうね、こうやって2階は畳を敷いとったよね、こうやってね。そうそう、敷いとったよね。これがなんかぴったりなんよ。あ、ぴったり、おお。で、なんかこれだけじゃ硬いから、うんうん、これはね、あの補強のためにね、板を、あ、大工さんがね、そうそう、補強してくれたよね。これね、1枚入れてくれて、うん、この下にヨガマット、うん、引いて、こう、あ、これで大人でも大丈夫だよね、これでね。そうそう、強度は増しとるね、これでね。そうなんよ、うん、はいはい、これでまた2つ部屋が、押し入れができます。じゃあちょっとヨガマットが今からまだここは作れないね。うんうんうん、とりあえずまあここで、はい。お父さん、はい、こんにちは。こんにちは。何を運びおる？まださらに。これな、あの、うん、キッチンのあのフライパンとか。ああ。あ、フライパンね。そうそう、あ、はい。入れるのはこれがいるかな。うん、そう。両方よ。朗報Wi-Fi が使えるよ。あ、そうなん、古い、持ってきたよ。あ、持ってきた。テーブルスピーカー。テーブルスピーカーね。ベレーってやつやね。ああ、おー、センキュー。ワイヤーもな、できたし。うん、どこ置くかね。どこ置く。これさ、なんかこうやったらさ、こうやって。あ、いいね。なんか、窓際、カフェコーナーみたいな。うんうん。よいしょ。はい。ね。はい。うん。いいよね。あ、いいね。
感じ。いい感じね。ちょっと充電し。私いける？私いける？開けてくれたらいける？開ける。待って。うるあ、ここはアルバム入れね。そう、アルバム。うん、もう、あんまし見んけど、まあ、保存しておくものを。娘のはね、見るかもしれんから、こっちの。そうだね。私たちの結婚式は、ね、うん、そうそう、5枚で、100円なんよ、ダイソーね。うん、これ何？袋？袋。紙袋。うん、手提げ袋なんだけど。うん。はいはいはい。これタイプと、あとね、こっちの色もあるんだけどね。おお、うん、茶色と白と。はいはいはい。で、これね、うん、うちのね、これ引き出し、ちょっと深いんよ。うん、それで、こうやって、これは、娘の水着。靴下？水着これ。あ、水着？うん。水着セットみたいな感じで、やったらいいんよ。で、これをね、うん。うん、まあ、ここら辺の高さに合わせて、うん、これをこうやってね、切ります。切ります。うん、で、切って、うん、で、こうやって、あ、うん、なんなら分別して、うん、こうやって入れると、なるほど、そう、夏の、うんうんうん、半袖パジャマとかで分けてると、うんうんうん、わかりやすいよね。ああ、なるほどね。ここちょっと切り口が気になったら、うん、マスキングテープ、うんうん、貼ったら、うん、もう危なくないし。なるほど。そう。で入れるんだよ。で、これこうギュッてできるし、うん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 、なんかプラスチックだったら、うん、その大きさ変わらんが、うん、で、まあ、安くて100円だよね。はいはい。これはもう5枚で100円だから。あ、5枚で100円か。1枚20円。ほんまやね。そう、でもういらなくなったらこのまま資源ごみとして捨てられるし、これはね、なかなかね、いいんだよ。この袋の中に、そうそうそう、いろいろ物を入れるよね、服とか。分別してね、これは学校の雑巾と、結構ね、急にね、こういうの行ったりするから、軍手、そう、学校のものみたいな感じでまとめとくと、うん、慌てずに済むかな。ああ、分別してね。そう、はいはい、そのまま全部バーッと入れてしまうと、なんかココアもこうだけど、取ったら他のものも一緒に出てくる、うんうん、はいはいはい、水着水着みたいな。ああ、水着は水着、学校のなんかもの、学校のお雑巾と、こう軍手とかセットにしとくと、はい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 、すごくわかりやすい。なるほどね、ってことです。はい、ちょっと待って、うん、これも私のところなんだけど、これは、あ、これはね、ちょっとスパッツ、うん、ちょっと後でまた履いて、うん、これ全部スパッツだけで、うんうん、なんか全部私ね、黒だから、ああ、もう何が何かわからん。わからん、うん。これは半袖、うん、T シャツ、うん、夏用のまあパジャマ系部屋着、うん、で、これは水着。ああ、うん、なるほどね。とかってやると、うん、わかりやすいよね。わかりやすいね。そうそう。なるほど、なるほど。いろいろこう置き方自由やし、こうやって置いてもいいし。あ、ほんまやね。あ、それで移動できるね。そう、移動できる。そうなんよ。で、季節物は置く、うん、例えばこれ半袖とか水着半袖、うん、とかだから、これはちょっとうん、後でどうしようか考えるスパッツとか、うんうん、で、いつも着るものは手前、うん、
はいはい、なるほどね。うん、でちょっとこう仕切りたくて、なんかやりたければこうやって、うん、こうやってやって、こっちはこっちみたいな感じで。ああ、なるほどね。うん、すごい、だから紙袋。なるほど、うん、なるほどですね。これ便利ですよ。便利だね。はい、5枚で100円。そう、5枚で100円。ダイソーね。うん。はい。はい。何ですか。裁判所。何食べよう。ああ。餅。餅。どう？部屋。なんか変わってない？なんか。見てきた。うん。お餅食べよう。お餅食べやん。裁判所。裁判所みたいな。裁判所。出廷。出廷。帰国に。なんか裁判所みたいな。うんうん。人形が大事。うん。まだもうちょっとおるかな。さっきはまた戻るかな。もうな、そろそろな、もうやめようかなと、まだしたいけど、明日起きれんかもしれんの。うん、そろそろおしまいにする。行こうか。うんうん。もう行く？あと先に、ちょっとご飯食べよう。うん、ちょっとじゃあ、みんなでおしまい。今ね、お父さん、うん、オリオン座が見えるよ。オリオン座が見える？うん。